BPS の YouTube! さあ、始まりましたけれども、はい。はい、今日は何の企画やるか知ってますか？あんま知らないです、はい。はい、もちろん言ってないんで。はい。はい、今日はですね、はい、内藤くんの私服が俺、ある人に似てるなと思って。ある人？はい、昔の写真見てたんですよ。はいはいはい、僕寝る前大体君の昔の写真見ながら寝るんですけど怖いね怖いね見てる時に眠りつけるのどういうこと？なんか私服が似てるなと思って、はい、で昨日さ写真送ってさこの私服持ってきてって言ったじゃん。ああ、はいはいはい、うん、それでなんかもう捨てたとか言ってたじゃん、はい、カッコつけて本当はあるくせにカッコつけて、いやいや、うん、じゃあないっていうからで一番俺その近いやつを持ってきたから、はい、着てっていうかもう帽子だから、はいはい、でまあ、ちょっとそのセーターも T シャツも持ってきたの、はい、じゃあ T シャツも脱ぐってこと？無臭だの匂いいいだろ、虫つかないようにしてんだから、はい、あ昔の内藤、これ誰に似てると思う？誰？え、誰？誰って、俺と今なんかその感じがするよこれ、うん、俺知ってる？その人知ってると思う。だって俺知らない時にお前からその話聞いたの。ガーシーさん？よくわかったね。なんでわかったの？俺が先に知ってて、うん、で今パンってきたよ、このなんかシュプリーム感。モノマネ芸人とかその文字ってなんかやったりするじゃん、うんうん、だからガシ知ってもらおうと思います。どういうこと？というのはドッキリでした。ドッキリにもなってなかったけどね、はい、うわやられた。なんないよ俺。まあ、でも今やっぱ YouTube でちょっと今というか話題なんで、まあまあそうです、はい、だからなんかちょっとゲーム性を持たせて、うん、何でも暴露系 YouTuber ガシとしてガシは決定だから、うん、俺は何か物を渡しますから、はい、それを見て10秒間シンキングタイム上げるから、うん、したらそれではガシさんの暴露チャンネルスタートですって言ったら、うん、そのもう暴露していろいろそのもらったものを見て、もらったものを暴露、インスピレーション、はあ、本当のことってこと？なんかよくわかんない。俺もこのゲームやったことないし全然わかんないの。昨日の夜中の3時に思いついたから あんまり言わないで。わかったわかった。まず見せてくださいカメラに。あ、まず見せろ俺が。さあ10秒間見てください。結構昔仲良かったっていうのを聞いてますけれども、それからちょっと10秒間つなぐから、その10秒、はい、これ擬人か、それはもうちょっと任せます。ちょっと一回、ちょっと僕は今とりあえずつないでるんで、ちょっとはいはい、はい、ちょっとお願いします。ブラパイワオ。それではガーシーの、ガーシーっていうか、あ、お願いします。これ見えてるかな？大丈夫かな？あ、どうも、ありがとうございます。まあ、本日、誰暴露しようかなと思って、まあ、いろいろ考えたんですけど、ちょっとポンスケ、まあ、結構昔から食べてたんだけど、まあ、最近全然なんか食べてって言われなくなったんで、ちょっと今日ポンスケ、まあ、みんな知ってるかな、ちょっと写真、まあ、出しますけど、ポンスケの、まあ、こいつはいろいろあるんだけど、まず、ここ見てほしいんだけど、このタヌキ出てるよね、うん、別にタヌキの肉とかはっきり言って一つも入ってません、このポンスケ。全然関係ない、何でもいいんですはっきり言って。このポンスケで多分分かんないけど、会社はちょっと可愛いキャラクターとかやろうと思って売り出したのかな、うん、でも、ま、はっきり言っていらない、ここに関してはね、うん、っていうのと、まあポンスケはっきり言ってこれなんか可愛い感じしてるけど、517キロカロリーあるから、これ甘く見ない方がいいかな、これ多分みんな、気づいてないけど。証拠あるんですか？あ、ありますよ。見ます？証拠、これ517キロカロリーです。はい、結構あります。だから気をつけてほしいかな、ダイエットとか、してる女性とか結構ポンスケって近寄ってくると思うんだけど、若い女性は気をつけた方がいいかなと思います。まあこれは、まあ、まあ僕もそうなんで関西で、まあこれも大阪で、作ってるやつなんで結構昔から知って、大阪市淀川かな作ってるのが、だから結構大阪では、食べられてるとは思うんだけど、東京の人は知っ
ってるのかな、あんまり。まあ結構六本木とか麻布では結構ポンスケ、食べられるかなとは思うんですけど。カールとかのことは知ってるんですか。あーカールは昔ちょっとあったから、それはでもおいおいあの暴露してきます。ちょっとあるんで、まあそのカールも、あーでももう10年ぐらい会ってないかな、カールも。あーカールもおいおい行けたら、いいかなと。カッパエビセンは、あーカッパエビセンは、まああいついいやつです。あの本当止めらんないですね、あいつは。あもう一回あの始まっちゃうとやっぱカッパエビセンと。でも本当にあいつは長いんで、まあまあちょいちょい、まあちょっといい話しかないけども、あまあおいおい行こうかなと思ってます。じゃあもしあのカールとカッパエビセン、じゃあどっちがいいかちょっと投票しようかな。あのスパチャじゃ投げていただいて、多い方、じゃあ来週ライブ配信しこうかな、行こうかな。カールと、あ、よっちゃんいかさんからスパチャ来てます。あ、よっちゃんいかさんありがとうございます。すいません。まあ盆地なんですよ。まあ結構でかい会社なんで、あんまり僕も言いたくないんですよね。あの盆地株式会社とは、まあ、昔からお世話になってるし、まあ結構長い老舗の、事務所なんで。須田子さん太郎は僕は味方です。あ、須田子さん太郎さん、ありがとうございます。まあ僕はあの本当のことしか言ってないですから、はっきり言って、あの全部裏取れた情報しか言ってないんで、こうやってあの結構あのダイレクトメッセージとかでもいろいろ来るんですけど、あの裏取れないとは言わないです、はっきり言って。あ、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、最後の証拠のやつなんで。はい、ありがとうございました。どうでした。まあ多分誰も見ないから誰も怒んないと思う。大丈夫かな。いや別に、まあ、暴露されてるから。書いてあることだから。何キロカロリーとかちょっとやばい。いや、もし盆地株式会社とか、いや、なんかさ、お前なんだろう、もうポンスケの情報じゃなくてさ、ただ単に、はい、ガーシーさんが言いそうなこと言ってる、なんか六本木とかなんつうの関係ない。ただいや、これあと結構見てるね、君。はい、結構見てるね。もう一発ぐらいやっとく。これは僕が100円均一でちょっと買ったんですけれども、それではチャンネル名からお願いします。何でも暴露系 YouTuber のガシです。何も食べないで死ぬ方のガシです。ガシさんの割には、食べ物の暴露、食べ物のやっぱ暴露してガシしていくってことですか。そうです。恨みがあるの。食べてはないんで。はい、はい。今日誰、行こうかなと思ったんですけども、結構あの、はい、あの DM とかでも多かった。それ言えばっぽくなると思ってます。DM っていうワードが多すぎますね。ちょぼちょぼ行こうかな。はい、ちょぼちょぼ。ちょぼちょぼ。はい、ちょぼちょぼの、バグ、こいつもいっぱいあるんですよ、ちょぼ。まあ、僕はちょぼって呼んでるんです。僕はちょぼって呼んでるんですけども、うん、ちょぼとは結構古いかな。昔から懐かしい味わいって書いてあるけど、もう20、だから大阪、これもね、大阪の前田製菓なんですけども、まあ大阪時代からの、ちょぼとは、知り合いで、薬かな、こいつは結構、薬やっちゃってるかな。いや、お菓子なんで薬とかやらないと思うんですよ。いや、あのね、これソルビトール。ソルビトール、薬じゃないですよ、はい、着色料とかそういうやつですね。ソルビトールと、はい、あとカロチン、カロチン入れてるんだよね。いや、薬じゃないです、それは普通に入ってていいやつなんで、調味料なんで。やばい系の、やばくないです。どうやってるとかっていうのは、まあまあ聞いたこと、聞いたと書いてあるんです。普通にいい、体に悪くないやつなんで。あと香料も使ってる。香料、うん、香料はいいんですよ。大体私は使ってますから。と思うんで、まあそれはまあちょっと事務所には分かんない。僕はもう知ってる、証拠残ってるんで、香料使ってる。あとソルビトールやってるんで、まあチョボはまあまあ、まあチョボは置いといて、まだね。お菓子暴露系 YouTuber か。はい、お菓子暴露系 YouTuber のガシです。まあちょっと、今日誰言おうかな。一発だけもう暴露しても時間もあれなんでお願いします。はい、一発だけ強いやつを。あ、つけつけペロスティックは仕事以外でも、プライベートでも結構ペロってます。